ヨーゼフ・ディートリヒは、ドイツの政党国家社会主義ドイツ労働者党の武装組織、武装親衛隊の軍人。最終階級は、親衛隊上級大将及び武装親衛隊上級大将。柏、は、県、ダイヤモンド付き私鉄十字賞受賞者。愛称はゼップ。1892年5月28日。 ドイツ帝国領法バイエルン王国シュバーベンチ法、ハバンゲンに出生。父は、荷造り妊婦頭、ペラギウス・ディートリヒ。母はその妻、クレスセンチア、6人兄弟であり、自身は長男だった。弟二人は、第一次世界大戦で戦死した、ハバンゲンに近いメミンゲンの小学校に通っていたが、1900年に、一家は、ケンプテンに移住、自身も、 同地の小学校へ転校した。1906年に小学校を卒業するとトラクター運転手として働くようになったが、間もなくワンダーフォーゲルの活動で近隣諸国を旅しながらそれらの国々のホテルで働くようになった。スイスチューリッヒではホテルマンの資格を取得している。その後、バイエルンに帰国し、シュトミウン編の肉屋で見習いとして、 働くようになるが、1911年10月18日に、バイエルン陸軍第4野戦砲兵連隊、国王に志願して入営した。しかし落馬で負傷したため同年11月27日には、早くも除隊。その後は、第一次世界大戦の開戦まで、ケンプテンのパン屋に、使い走りとして奉公した。 1914年7月末に第一次世界大戦が開幕8月6日にバイエルン第7野戦砲兵連隊プリンツリージェントルイトポルトに入隊した10月にはバイエルン第6野戦砲兵連隊カラブリア公爵、フェルディナント・フォンブルボン王子に転属となり西部戦線のベルギー・フランドルやイーペルで戦ったが11月には 砲弾の破片を受けて、右足を負傷した。1915年1月中にゾント砲編の砲兵学校において、歌詞官の訓練を受ける。2月に第7野戦砲兵連隊に復帰して、再び西部戦線に出たが、春に、村部において、破片を東部に受けるという、激しい負傷をした。戦勝から回復すると突撃大隊に配属された。この部隊は、 残豪戦の膠着状態の打開を狙って創設された部隊であり、特に優秀な兵士が選抜され、階級に関係なく全員が新職を共にして士気を高めていた。この部隊での経験は、後の自身のライプスタンダルテの運営に影響を与えたという、1917年には二級鉄十字章を受章した。九百十八年二月十九日に英軍から旅客した。 戦車11両からなるバイエルン突撃戦車文献隊に配属された。マーク4戦車、モーリッツ号に、機銃手として登場。3月21日にサンイコール簡単で、戦車戦ウイジンを飾った。5月31日には、フランス軍に露飾されるのを避けるため、モーリッツ号を爆破せざるを得なくなったが、この脱出の際に上流紙を持ち帰り、 隊員たちから賞賛されたという。6月に級鉄十字章を受章。7月18日にはビレコトレ近くで初めて英国戦車を破壊することに成功した。11月1日のバランシエンヌでの戦闘が一時対戦における最後の戦闘となった。ドイツ革命の最中の1918年11月9日には、 第13突撃戦車文献隊の霊帝議長に就任。11月20日にはバイエルン第7野戦砲兵連隊に復帰したが、翌1919 19年3月26日には退役した。軍での最終階級は副総長であった。1919年4月にバイエルンのミュンヘンに戻り、10月1日にバイエルン地方警察に入隊した。 1920年には在京右翼義勇軍のオーバーラント義勇軍にも入隊。警察を欠勤して義勇軍活動に励んだ。1921年5月から10月にかけてはポーランド軍の上シュ主ジエン進行にこうする戦いに参加した。その後警察の仕事に戻り、1924年に 警察隊員に昇進したが、1927年には警察を退官。その後は、ナチ党に入党するまでタバコ会社やガソリンスタンドなどで働いた。1923年11月のミュンケン一期には、オーバーラント義勇軍のメンバーとして参加している。ナチ党入党は1928年5月1日のことであった。 入党から4日後の5月5日に、新衛隊に入隊。1928年当時の新衛隊はまだ、ハインリヒヒムラーが新衛隊全国指導者になって、おらず、隊員数は280人ほどしかいなかった。党幹部の護衛や、党集会の警備などが、当時の新衛隊の主要任務であり、警察官の経歴を持っていたことで入隊とともに、急速に昇進する。 ミュンヘンに本拠を置く新衛隊第一中隊に配属され、入隊から1ヶ月足らずで同中隊の指導者に任じられた。ついで1928年8月には、その上部部隊である第一新英隊連隊ミュンヘンが編成され、その指導者となる。さらに1929年9月には、第一新英隊連隊の上部部隊にあたる新英隊旅団バイエルンが編成され、 その指導者に昇格。1930年7月には後に第一新衛隊地区に改組される、新衛隊上級指導者地区、南方の上級指導者に就任。この肩書を得た最初の人物となった。しかし当時のナチ党は活動資金に枯渇していたため、1929年から1930年にかけて生活のために、 マックス・アマンの運営する出版社で働いて収入を得なければならなかった。1930年10月12日にはバイエルン州選出のナチ党の国会議員となる。1931年7月中にはブラウンシュバイクに本部を置く第四新英大地区が創設され、短期間ながらその初代指導者に就任した。さらに1932年7月にはミュンヘンを中心に バイエルン州、ビュルテンベルク州、バーデン州など、ドイツ南部の親英隊を管轄する、親英隊集団、南方が編成され、その指導者に昇格する。1932年2月には、アドルフ・ヒトラーの護衛部隊である、親英隊護衛コマンド、総統の指導者に就任した。1932年10月から1933年4月に、 かけては、ハンブルクを本拠に、ドイツ北部の親英隊を管轄する、親英隊集団、北方の指導者に転じさらに1933年4月からシュトベルリンを中心に、ドイツ東部の親英隊を監督する、親英隊集団、東方指導者を務める。親英隊集団、東方は1933年11月に、親英隊上級地区、東方に改組され、 さらに1939年には、新鋭隊上級地区、シュプレイに改組されるが、ディートリヒは、その指導者を1945年5月まで、勤め続けた。1933年、ベルリン・リヒターフェルで閉営。整列したライプシュタンダルで。ナチ党の政権掌握後の1933年3月17日に、 ヒトラーはディートリヒに120名の選抜された、新衛隊員からなる、護衛部隊、新衛隊司令部へ兵隊、ベルリンの創設を命じた。同部隊はディートリヒが指揮する、新衛隊護衛コマンド、相当を改組して創設された。同部隊は2個中隊に増員されると、リヒタンフェルデにあった、九州間学校を兵衛として定められ、ここで3個新衛隊中隊が加えられて、 大隊編成となり、ポツダムの国防軍から訓練を受けた。給料や待遇も、軍と同等とされた。さらに、突然やユッターボクの新衛隊大隊と合流して、連隊編成となり、9月3日のニュルンベルク島大会において、アドルフ・ヒトラー新衛隊連隊の名前を与えられた。ついで1934年4月13日には、ライプシュタンダルテ・ SS アドルフ・ヒトラーの名称を与えられた。 初期のライプシュタンダルテには身長180センチ以上などの厳しい入隊条件があった。また、ヒンデンブルクの死後に国防軍がヒトラーに対して行った中世先生よりもっと強い中世先生をヒトラーに対して行った。そのためライプシュタンダルテには一貫してエリート部隊という印象があった。ライプシュタンダルテは実質的に新英隊全国指導者の ハインリヒ・ヒムラーから独立した存在であり、ヒトラーに対しての未責任を負う個人的護衛部隊であった。そのため発足時から部隊の指揮権をめぐってリートリヒとヒムラーの間に争いがあった。1937年、ベルリン。左からリートリヒ、ヒトラー、ヒムラー。長いナイフの夜事件においてライブシュタンダルでは、 突撃体幹部粛清の実行部隊になることが予定され、国防軍から事前に武器の供給を受けて武装強化が進められていた。粛清開始前日の1934年6月29日に、ディートリヒはヒトラーの命令でミュンヘンへ急行した。ヒトラーの命令を待って、カウフェリングでライプシュタンダルテのニコ中隊と合流して、 エルンストレーム以下突撃隊幹部が集められていたバートビース勢に向かうはずだったが、ぬかるみで国防軍トラックが動かなくなり、バートビース勢に参じるのが間に合わなかった。6月30日午前6時半頃、結局ヒトラーはディートリヒたちの到着を待たずに、手勢の親衛隊員だけでバートビース勢の突撃隊幹部の宿所に突入し、レームたちを逮捕した。 ディートリヒは昼過ぎになってようやくミュンヘンのナチ党本部にいたヒトラーの前に姿を見せたヒトラーは到着の遅れを失席しつつ逮捕した突撃隊幹部のうち6人の銃殺をディートリヒに任せたディートリヒは午後6時に突撃隊幹部が収容されていたミュンヘンのシュターデルハイム刑務所に到着し6人の処刑を開始したこの時に処刑された 突撃隊幹部の一人、アウグスト・シュナイト・フーバーは、ゼップ。どうしたというのだ。我々は無実だ。と叫んだが、ディートリヒは、機関だは相当により、死刑を宣告された。ハイルヒトラー。とだけ答えたという、ディートリヒは、銃殺を最後まで見ることなく、途中で退席した。後に彼はこの時のことについて、 シュナイト・フーバーの順番が回ってくる前に私は退散した。もうたくさんだったと語った。一方ベルリンに泊まっていたライプシュタンダルテの隊員たちは、プロイ選手内相ヘルマン・ゲーリング、新衛隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラー、新衛隊情報部司令官、ラインハルト・ハイドリヒラの決定した粛清対象者をリヒター・フェルデ士官学校において銃殺した。 7月1日にはディートリヒがベルリンへ戻り、ベルリンでの重殺隊の組織に当たった。1934年7月1日にディートリヒは、粛清の温床で、新衛隊大将に昇進した。1935年12月、ベルリン・リヒターフェルで兵衛。ライプシュタンダルテを越兵するアドルフ・ヒトラーとディートリヒ。 1934年12月14日には、ライプシュタンダルテと親衛隊政治予備隊でもって、親衛隊特務部隊が編成された。ディートリヒは、形式的には、特務部隊のライプシュタンダルテ連隊の連隊長という立場になった。1936年3月のラインラント新中に際しては、ライプシュタンダルテが親衛隊で唯一従軍した。ライプシュタンダルテは、真っ先に、 ザールブリュッケンに入った部隊であった。1936年10月1日には、元国防軍中将、パウルハウサーが、特務部隊総監に就任したが、ディートリヒは、ハウサーより階級が上だったこともあり、引き続きヒトラーだけに責任を負う独立的な部隊として維持しようと図り、なかなか、ハウサーの指揮権に服装としなかった。ヒムラーが、 特務部隊総監府の指揮に服するようディートリヒに手紙を出していめたこともあったほどである。とはいえ他の特務部隊とライプシュタンダルテの連度の差が広がってくると、ディートリヒもライプシュタンダルテが未熟であることを認めざるを得なくなり、ハウサーにライプシュタンダルテ隊員の訓練を任せるしかなくなっていく。1938年3月11日の オーストリア併合の際の真中にもライプシュタンダルテが新衛隊として唯一従軍した。ディートリヒヒキール一行自動車大隊がオーストリアへの真中に活躍した。1938年10月のズデーテンラント併合の真中にも参加。この真中にはライプシュタンダルテ以外の特務部隊の連隊、ゲルマニア連隊や ドイツラント連隊も参加している。ライプシュタンダルテは優先的に機械化を受け、1939年9月のポーランド侵攻の際には、新鋭隊特務部隊の中で唯一自動車化された部隊になっていた。ポーランド戦編集1939年9月1日から始まるポーランド侵攻においては、ライプシュタンダルテは南方軍集団霊下の第10軍に属して参戦した。 ライプシュタンダルテは国防軍に過酷な任務を押し付けられながらも優先した。特にブズラの戦いではポーランド回廊から南下してくるポーランド軍を体を張って阻止し大きな損害を出しながらも首都ワルシャワへの突破を許さなかった。ディートリヒはポーランド戦において1939年版の二級鉄十字章と一級鉄十字章の略称を受賞した。 しかし、国防軍からの評価は低かった。ヨハネス・ブラスコビッツ大将からは、ライプシュタンダルテは月並みな部隊である。まだ経験不足であり、引い出たところはないと評された。また、ポーランド戦で南方軍集団参謀長を務めていた、エーリッヒ・ォンバンシュタインは、ディートリヒと初めて会った時、彼の軍事教養の無差に呆れたという。 また別の陸軍将軍からは、ディートリヒの部隊は進軍途中にむやみやたらに銃を撃ち、決まりごとのように、ポーランドの村々を焼き討ちにすると苦言を呈されている。西方電撃戦、編集1940年6月21日、フランスメス、兵に勲章を授与するディートリヒ。 1940年5月から開始されたナチスドイツのフランス侵攻では B 軍集団第1 8軍令下に配属されオランダ侵攻部隊に加わったが再び国防軍の梅払い部隊にされた5月10日の開戦とともにライプシュタンダルではオランダ領を急ピッチで進軍し愛せる側を溶かして方園を占領 ついでデンハーグへ進軍した。ロッテルダムでオランダ軍に包囲されていた空挺部隊と合流した。オランダ降伏後には第19装甲軍団に所属して北フランスのダンケルクの戦いに転戦した。この時ドイツ軍はヒトラーによってダンケルク進軍停止を命じられたが、ディートリヒは相当命令を無視して前進しアーウンガを溶かして、 ワッテンコーチを占領した。その後の南フランスへの進撃では、ライプシュタンダルテは、エバルト・フォンクライスと対将の総攻集団の前衛部隊として、国防軍部隊を遠く後方に残したまま、サンテティエンヌまで急進軍した。ライプシュタンダルテが、最も内陸部まで進行した部隊となった、西方作戦での功績によりディートリヒは1940年7月5日に、 キ鉄十字章を授与された。また、同年8月には、ライプシュタンダルテはヒトラーから、私の名を冠した君たちの部隊が全ドイツ軍の先陣を切ったと称えられ、旅団編成を認められた。ドイッチュラント連隊などから、兵員の増強を受けて、旅団を編成した。バルカン半島戦、編集1941年4月。 ギリシャ軍と降伏交渉を行うディートリヒ。彼らの後ろには山岳兵軍某姿のフランツベ目メも映っている。1941年4月のバルカン半島の戦いにライプシュタンダルテは第12軍令下で参加。フランスメスからブルガリアのソフィアに移された後、1941年4月6日にユーゴスラビア南部へ侵攻を開始し、 スコピエやビトラといった要衝を陥落させて4月10日にはギリシャへと侵攻した。クリディ峠でオーストラリア国防軍やニュージーランド軍、クリスラ峠でギリシャ軍から激しい反抗を受けたが、クルトマイヤーなどの優秀な部下たちの活躍もあって、ライプシュタンダルテはすさまじいスピードでギリシャを席巻した。4月23日にはギリシャが降伏文書に署名し、英軍はクレタ島へ逃れた。 ギリシャ全軍の降伏の3日前の4月20日に、ディートリヒは16個師団からなるギリシャエピルス軍の降伏の申し出を独断で受理している。その際に、ギリシャ軍兵士たちを捕虜とはせずに、直ちに復員させている。こうしたこともあって、ギリシャ戦では、ライプシュタンダルテは、有望だがフェアな舞台という高評価を得た。ライプシュタンドルテは、 アテネで戦勝パレードを行った後、プラハに戻され、そこで死団編成を受けた。独祖戦、編集1942年3月、ロシア、勲章を授与された、ライプシュタンダル的後部大将校たちと記念写真に収まるディートリヒ。1941年6月末に発動された、バルバロッサ作戦では、南方軍集団に所属して転戦、スターリンラインを突破して、 キエフ方面へ進軍し、ウマンデの包囲戦で10万のソ連兵を捕虜にすることに貢献した。8月には港町、ムイコラーユを占領し、9月には短期間ながら、マンシュタインの第11軍の霊下でクリミア半島戦に参加した。10月には港町ロストフへの攻撃を開始し、11月には一時的に同志を占領したが、間もなく赤軍の反撃で取り戻され、 ライプシュタンダルテは大きな打撃を受けた。1941年12月31日に白洋付き士鉄十字章を受章した。その後ライプシュタンダルテはドニエツ地方で防衛戦を維持し続けたが消耗が激しくなり、1942年春になるとスタリーノ地区に移され、さらに同年6月には占領地フランスに戻されて兵員休養と補充を受けた。 東部戦線でのライプシュタンダルテの戦いぶりは陸軍からも高く評価されたが反面東部戦線では彼らの残虐性が目立つようになった1942年4月には6人の仲間を殺されたことへの報復で4000人のソ連兵捕虜を虐殺する事件を起こした1943年1月にライプシュタンダルテが東部戦線に復帰したが スターリングラード攻防戦でのドイツ第六軍の敗北により、ソ連軍が大反撃に打って出てくると予想されたので、これに対抗するため新鋭隊装甲軍団が編成され、ライプシュタンダルテもその例下となった。新鋭隊装甲軍団は1943年2月のハリコフ攻防戦に投入された。ハウサーの名式、クルトマイヤーやテオドールビッシュなどの優秀な部下たちの 優先にも支えられて、ソ連軍52個師団を壊滅させることに成功し、ハリコフを奪還した。ヒトラーは、ハウサーとディートリヒを称賛し、ディートリヒについて、この男は、ヒロイズムの真の偉業を成し遂げたと評したという。この選考によりディートリヒは1943年3月14日に、白洋、天津騎士鉄十字章を授与される。 1943年7月からクルスクの戦いに参加したが、ソ連軍の激しい抵抗により阻まれた。直後にライプシュタンダルテ師団長職を離職し、二つ目の SS 総甲軍団として編成された第一 SS 総甲軍団の軍団長に任じられた。8月から9月にかけては、ドイツ軍が占領した北イタリアに派遣され、イタリア軍の武装解除の監督に当たった。 西部戦線、編集1944年、フランスで、1943年10月から、ディートリヒの第一 SS 装甲軍団は、西欧に移され、連合国の上陸に備えた、1944年6月に連合軍の大陸反抗作戦が開始されるが、上陸阻止に失敗した。ついでカーン周辺で英軍と激戦し、8月まで英軍の進撃を食い止めた。 この功績で8月1日に新衛隊上級大将に昇進し、また8月6日には白洋兼ダイヤモンド付騎士鉄十字章を受章した。さらに1944年9月には新たに編成された第 6SS 装甲軍の指揮官に任命され、年末に開始されたラインの守り作戦に参加する。後に、 バルジの戦いと呼ばれるこの戦闘で、ディートリヒの第 6SS 装甲軍は、第5装甲軍や第7軍と共に、攻勢主力を担った。ヨアヒムパイパー親衛隊中佐率いるパイパー、戦闘団を戦闘に激戦を展開したが、燃料不足や兵力配置の不備などが原因で、作戦は失敗した。なおこの作戦の過程で、 第 6SS 装甲軍令下のライプシュタンダルテ、師団がマルメディにおいて米兵捕虜射殺事件を起こした。これは戦後アメリカによって追及されることとなり、ディートリヒの戦後の運命にも影響することとなる。ハンガリーでの戦い、編集西部戦線でのドイツ軍の劣勢が動かしがたくなると、ヒトラーはディートリヒと第 6SS 装甲軍をハンガリーに転出させ、 迫り来るソ連軍を相手に大規模攻勢を支持する、いわゆる春の目覚め作戦である、第 6SS 装、SO、甲軍が主力であったが、すでに戦力はすっかり消耗しており、20キロ、進軍しただけで、ソ連軍の反撃に遭い、作戦は頓挫した。ソ連軍にブダペストを占領され、ソ連軍はドイツ領委員への進行を伺うようになった。ヒトラーは、 ディートリヒと第 6SS 総甲軍の不甲斐なさに激怒し、1945年3月27日に、師団名の入った袖章の剥奪を命じた。ディートリヒはこれに激怒し、側近の将校たちに、勲章を、みんな小便器に放り込んで、ゲッツフォンベルリヒンゲン師団の袖章を巻きつけろと、悪態をついたという。相当命令を無視して、第六 s s 総合軍を、 オーストリア方面へと転進させる。第 6SS 装甲軍は追撃してくるソ連軍を振り切ってアメリカ軍の前線に到達。1945年5月9日、ディートリヒは米軍第36不評師団に対し降伏を申し入れ、最後まで相当命令に反抗しながらも結果として多くの部下を救った。このことは戦後も非常に高い評価を受けている。 連合軍に逮捕されたディートリヒ戦後、ソ連からは欠席裁判で死刑を宣告されたディートリヒだったが、アメリカがソ連に彼の身柄を引き渡すことはなかった。1946年初頭、ディートリヒは、ヨアヒム・バイパーなど72名の武装親衛隊員と、共に、マルメディで米兵捕虜を虐殺した角で、ダッハウのアメリカ軍軍事法廷に起訴された。ルントシュテット・ヤグ・デイリアンなどが、 ディートリヒの弁護のために証言台に立った結果、ディートリヒは死刑判決を免れて終身刑判決を受けた。さらに1951年には25年に減刑された。さらに1955年10月22日には執行猶予付きでランツベルク刑務所から釈放された。しかし1956年8月に長いナイフの 夜の際の突撃隊幹部6名の粛清が殺人幇助に当たるとして西ドイツのミュンヘンの裁判所に起訴された。18ヶ月の懲役刑を受けたが、1959年2月には健康状態を理由として釈放される。その後はルートビヒスブルクで余生を送ったパウルハウサー元親衛隊上級大将と共に、旧武装親衛隊員相互扶助協会の活動に、 10時、1966年4月に、ルートヴィヒスブルクにて死去。74歳であった彼の葬儀について、ルートヴィヒスブルク氏は公共施設を貸すことを拒否したが、7000人もの人々が参列した盛大な葬儀となった。その中には、ドイツ、オーストリア、オランダ、フィンランドなどから駆けつけてきた、元武装親衛隊員たち4000人も含まれていた。 1921年2月17日にバルバーラブティザイドルと結婚したが、子供には恵まれず、1937年4月には離婚している。ディートリヒ本人が語ったところによると、うまくやっていけなかったという、この年から友人であるカールスルーへの醸造業者、ハインリヒモニンガー大佐の娘ウルスラモニンガーと付き合うようになった。 彼女は当時22歳でカール・ハイン・リヒブレンナー SS 中将と結婚していたが1939年にはディートリヒとの間に息子を設けてしまった。結局1942年1月19日にディートリヒとウルスラー結婚した。夫妻はさらに二人の息子、ルッツとゲイツを設けた。ありがとうございます。